久保さん。まあ、今日の0時からねうら、メルマガで、あの、継続する極意みたいなね、売ったんですけど、売ってるんですけど、売れてましたね。朝起きたら。はい、まあ、インターネットっていうのは便利ですね。もう、メルマガで予約できるっていうね。<laughs> まあ、僕は寝てたんですけど、0時は。<laughs> 0時寝てたけども、0時から販売スタートだけども、 なんだ起きたら売れてるっていうね。これ何な,なんでしょうね。普通商売って、まあ、セブンイレブンでレジで寝てたら売り上げ無理ですよね。怒られますよね、お客さんからね。あの、ね、レジで並びますよね。並ぶというか、お前なんで寝てんだよ、みたいなね。<laughs> だからネットっていうのはね、あの、本当寝てても遊んでても、何せでも売り上,上げ上げられるんですよ。 ま、事前にね、そういう、まあ、ステップメールとかもありますし、まあ、予約してこういう風にできるんで。で、あとは時間帯があんま関係ないんですよね。要は、朝早く起きる人もいれば、夜遅くまで起きてる人もいるし、なんだろうな。もう、インターネットの世界っていうのは24時間営業なんですよね。いつでも見れるんで。うん。だからその、自分が寝てても、ネットの向こう側の、 ね、どっかの人は起きてるし。まあ、0時って別に起きてる日いっぱいいますよね、多分ね。全国。<laughs> まだうーん。まあ、朝あ、夜型の人はね、朝まで起きてるだろうし。うーん。まその、ひとまずその、なんだ、商品を売ってみるってことですよね。で、今度、面白いことが、あの、 商品売るじゃ、売り、売りましょうって言うじゃないですか。で、僕はまあ、る、まあ今回ね、また売れてますしたけども、まあ売れないっていう人もいるわけですよ。ね。じゃあ売れない人に対して、セールスの仕方っていうのが売れるんですよ <laughs>。無限、無限わらしべ長者。だから情報、情報ビジネスっていうのは、わらしべ長者なんですよね。うん。なんかその結果を出したら、その結果を売れるんで、 うん、なんだろうな。例えば、あの、僕の YouTube の動画でもそうなんですけど、あ、これ外しちゃったな。あの、コントラテット、この、なんか、肩こりのやつあるんですよ。肩こりのこのやつ。それ結構再生されてるんですけど、その、コントラとってトって、名前ちょっと忘れましたけど、そ,それのコ、コントラだったコントラ、混乱って、 こん,こ,んこんなんだっけななんか肩こりのやつですね肩こりこれ結構再生されてるんですけどうん乾燥,乾燥かで出てくるか なんかその、要は何年、何年使った感想みたいな。いや何年間使ったという結果でしよねあこ。あ、あ、あった、あった、あった。ありました、これだ。これ結構ね、ずっと回ってるのがあって。まあ、YouTuber さんもね、なんか、3年使った感想とかね。3年使っ、3年間っていう、3年使ったという結果。混乱、あ、コランテッドだ。コラン、 とって、ご覧とってだ。これが、これね、結構このシリーズ回ってるんですよ。トータル何万、どれぐらい回してんだうん。まあいい、一本、一本の動画は6000回。 こうえっ、ー、と、4ヶ月、その、まず買った動画ですね。その、このブレ、あの、コ,ンコランテット、って、コランとッてを買ってすぐレビューした、買いましたみたいなね。まあ、それが6000回回ってて、それを4ヶ月つけましたと。4ヶ月つけた結果ですね。4ヶ月つけた結果が4800回回ってて、今度8ヶ月、ヶ月つけた結果、これが7900回回ってて、 今度、1年6ヶ月つけた結果みたいなね。その1年6ヶ月つけた結果が3200回でしょ。で、今度、2、2年つけた結果みたいな。<laughs> 2年つけた結果っていうのが、あのー、なんだえ ?2 年つけた結果っていうのが、あー、な、いなどれだ ?2 年つけた結果。これが、 あ、これまだ限定公開だ。これまだ公開してないな。そうますね、まだ公開してないですね、これと。撮影してるんだけども。まあ今現状で公開してるやつは3000回、7900、まあ約8000回か。1万2000。まあ1万6000ぐらいはアクセス来てますね。トータルで。こう無限でじゃないですか。 まあ2年つけた結果、もう多分ちょっと回ると思うんですけども、でこの3年つけたらどうなんのみたいな。じゃあ10年つけましたみたいなね。<laughs> まあ YouTuber の方もね、あの、どの、あの、こういう感じで、あの、公開してますけど。だから、まあ、有料商品じゃなくても、無料コンテンツでもそうなんですよね。そう。何々を3年使いましたみたいな。じゃどうなったとかね。 要はその耐久性とか、じゃあ、ずっとつけてても効果安能とか、まあそういうニーズがあるわけじゃないですか。うん。ん。例えば、まあ、久保さんだったら、あのー、なんだえー、まあこれもちょっと多分少しは回ると思うんですけど、キットを買って5年経ちましたと。5年所有した感想とかね。<laughs> まっすぐ動画撮るかもしれないですけど、久保さん <laughs> うん。 そう、なんか、久保さんの動画でその、ね、これね、あの、多分これもパクったと思うんですけど、フェラーリで、フェラーリとかランボルギーニでハンバーガー買いに行ったみたいなね。あの、それ、そ、それも結構回ってんじゃないですか要は、キットでハンバーガーを買いに行ったみたいな。確かそれも結構回ってたような気がするんですけど、久保さん。キットで、ハンバーガーですか ハン,バーガーハンバーガー。ハンバーガー。ハンバーガー。あ、ナイトライダーハンバーガーショップ編ですね。そう。<laughs> キットでハンバーガーを買いに行くっていうね。これ12万回回してますね。はい。そう。どうですか。ハンバーガーを買いに行くっていうね。まあもちろんキットっていうあれがある、あの、あれが武器がありますけども。 これすごくないですかまあ、パンクって、まあ、何してもその結果ですよね。何でもや、ま、あの、いけるっていう。そう。だから、例えば僕がもう、あの、もうこれやりたいと思ってるのが、ブログを10年毎日更新しましたっていう、10年更新できるやつほぼいないので、毎日ね。で、そしたら、10年更新した、その、ブログマイスターみたいなね。うん。ブログでどういうふうに、この、 続けてきたのか10年間で、そのブログから、その10年間で僕は何をブログが得たのかとかね、どういう結果を得たのかとか、まあそれをセミナーでお話ししますとかね、ブログセミナーできますよね。うん。多分ね、結構、まあ、あの、10年毎日更新っていうのは僕も多分あんまいないと思うんですよね。あの、ネットずっと見てますけど。 うん、まあ、2、3年だったらいるんですよ、多分。2、3年とか。やっぱ10年クラスは相当じゃないと多分いないと思いますね。10年毎日更新は。うん。だそこに行くた、だからその結果が使え、その結果を武器になんかいろいろと売りやりたいので、それもあるんですよね。あの、やってる理由っていうのが。まあ、あと YouTube に関しても、結局本数こなすと、これだけの本数こなしてる人がいないので、こんだけその本数 YouTube やってきましたよと。 で、こんだけ本数やって、で、なおかつ、再生数が少ないっていうのも、実は結果で武器として使えるんですよ。まあ、まず、経験値はめちゃくちゃあると。本数こなしてると。だけど、こんだけ本数こなしてるけど、再生数少ないと。で、旗から見たらどうのこうのと。でも、この少ない再生数で、なぜ僕は売り上げ上げられてるのかっていうね。そう。まあ、経験もあるし、すく、あの、なんだ、少ない再生数、という経験ですよね。 で、それでもちゃんと結果を出してますよと。うん。じゃあ、あなたは逆に、その100万回再生できる動画って作れますかと。作れるんだったらどうぞ勝手に作ってくださいみたいな。ね、稼げますよね。100万回回せば広告収入でも稼げるだろうし。作れるんだったら作りましょうと。目指しましょうと。別に目指すことは悪くないと。だけど、もし自分が100万回とかのそういう動画を作れる自信がないんだったら、 重再生で100万稼ぐ方法を勉強した方がいいんじゃないですかみたいな。<laughs> ものはいいようですよね。<laughs> いくらでもいいようできるっていうね。だから少ないっていうのも、少ない結果っていうのも、その少ない結果の中で結果を出しているんであるならば、それは武器になりますよね。でも少なくて、なんかその、少なくて稼,稼げてなかったら、それはちょっと、あの、打ち出し方どうすれば打ち出せるかな。 まあそれはまああれじゃないですかね。まあペルソナですよね。YouTube やってない人向けに YouTube 講座ですよね。そう。まあ YouTube は少ない再生数だけども YouTube を継続してやってきたっていう。でもちょっとエビデンスとしてそれはちょっと見せ方としてちょっと弱いので、うん、少ない再生数だけどけあの1億売り上げ作ってきましたよとかだったら、結構エビデンスとしては強いですよね。うーん。そう。 その、んか結、結果も売れるし、そ、結果、その、足りてない結果に対して、もう一つの結果をプラスアルファすることによって、強みが増したりとかね。うん。だ結果の、この、は、結果のハンバーガーみたいな、ね、そう。結果と結果をどうサンドイッチしていくのか、みたいな <laughs>。うん。そう。だから、本当情報ビジネスっていうのはね、マジ、 無限ですね。無限。マジ無限。これを、これをマスターしちゃうと、何でもできますから。何でも売れるし。本当に。うーん。だから,だからまあ、このあ、去年か一昨年も、その、やっぱ行動できないっていう人多いじゃないですか。で、僕はあの、行動めっちゃできるタイプな、タイプというか行動できしてるので、まあそれ視聴者の方は分かってますよね。どう考えても。 吉田さん相当やってるなっていうのは、行動、だから行動力っていうね。行動力っていう商品を売りましたけどね。それも売れましたね <laughs>。行動力っていうね、うん。行動できない人に行動力を売るっていう <laughs>。うーん。だからまあ何でも売れますよね。うーん。だけど、この、この大事なところが、やっぱお客さんの問題点が分かってるかどうかですよね。うーん。 まあ僕はいろいろお客さんの悩みとか、あの、いろいろ聞いてるので、まあできてないところがわかるわけなんで、そこに対してぶつければいいだけですから。うん。はい。まあ一応今日24時間で販売終了するんで、あのしっかり打って、本数伸ばして、はい、頑張ります。いってらっしゃい。